はい、どうも、サトチュンチャンネルでございます。楽天モバイルで買ったね、この680円のスマホ、この ZTE のブレード E01 なんですけども、買ってね、丸1日経ったので、その間のね、使ってみた印象なんかをね、ちょっと、雑談的に、お話ししてみたいと思います。これね、なんかこう、比較対象とするものがね、何かなと思っても、すぐ思ったのはですね、今このカメラで撮ってるね、フリーテルのレイ。これとね、ついつい比較しちゃうんですよ。今回白をね、買ったんだけど、色合いなんかもね、レイにそっくりなんで、もうね、ついついちょっと間違ってしまう。なんかこれとやっぱね、比較しちゃうわけなんですよね。で、レイと比べるとね、やっぱ全体的な性能は、劣ってはいるものの、何せね、680円で買ったスマホなんで、680円でここまでできるってすげえだろうっていう感じですね。で、定価自体もね、そんなめちゃくちゃ高いわけではなかったんですね、このスマホって。1万5、6千円ぐらいで買えちゃうみたいですね。で、多分ね、何か問題があって、大量に在庫したんじゃないかなということで。なんかかつて ZTE 製品でね、一部データ流出事件なんかがあって、その辺で信用がガタ落ちして、なので安いのかなと。で、今になって、大量に抱えた在庫を安くばらまいていいんじゃないのかなというのが僕の想像です。在庫過多なのかな。何せこれ買うんだったら今がチャンスですからね。で、やっぱり、ね、簡単に言ってしまうとね、なんか私の中ではレイの弟分みたいな感じです。ただですね、もうすべての動作がレイに迫る勢いっていう感じですね。レイの場合は、3万円近くするのかな？ 2 万円とか3万円とかしますから、で、金額的には倍ぐらい違うんですけど、それとは思えぬ性能の高さですね。基本的な動作に関してもそんなに不具合ありません。メモリはね、1ギガしかないっていうところで、このあたりを結構ね、危惧される方が、多かったんですけども、意外とそれはどうかな。私の使った感じでは分かんなかったですね。それ、メモリ1ギガだからダメだっていう印象はなかったです。そんなことも考える余地がないぐらい普通に使えてたかなと思います。ただ、例ほどね、動作がぬるぬるってわけにはいかないんですけども、それでも、十分でしょという速度とかね、反応とかね。強いてあげれば、やっぱ起動にね、ちょっと時間がかかる。これ、丸々1分かかりますからね。久しぶりに見たなと思ってね、1分かかるやつね。で、アプリの立ち上げは、普通かな。普通に立ち上げ。僕もそんなにアプリは入れてないんでね。もう今入れたのはちょっと待って、皆さんに紹介すると、これ逆か。こっちが下だ。ですね、ちょっと待ってよ。これは大丈夫かな、としたら。使ってるアプリが、YouTube、マップ、プレイストア、Chrome、メールでしょ？ Gmail、カメラ、カメラファイライブ。これだけですか？もうないですね。これだけです。あと、プリインストールのアプリがいくつか残ってるかなという感じ。この辺、プリインストールアプリはもうほとんど使わないですね。楽天の純正アプリがいくつかありますけども。このあたりはまた後ほどね、削除しようかなと、思っております。で、そうですね。持った感じの質感とか、そういったのはね、例と比べちゃうとすぐ違いがわかります。やっぱりね、価格が安いなりのところありますね。例は後ろ全面アルミですけど、これはプラスチックになるのかな？保護フィルム貼ってますけど。で、ガラスもゴリラガラスではないと思うんでね。保護フィルム貼ってるからちょっと、どんなかはね、わかんないんですけれども。で、もちろんね、スマホってのは高いのを見たらキリがないですよね。もちろんその方がいいでしょう。ね。良いのはあると思うんですが、でもね、人生はスマホだけで生きてるわけではないので、例えばどうでしょうかね。旅行に行ったりとか、いい服着たりとか、ね、美味しいものを食べたりとかってはしたいわけじゃないですか。だから、スマホ代を抑える分、他にかけるっていうところ。例えば同じ10万円。
ね、あったとして、それをスマホに振るのか、スマートフォンプラスアルファその他いろんなものを買うかって考えたときに、このスマートフォンの価値はあるんじゃないかなと思います。だから価格なりの性能、安くても使い物にならないよというものではないですね。これでも十分。人によってはこれはもうメインでも十分使えんじゃないのかなというふうに思いますし、これをサブで使おうとするとね、最高の相棒になります。680円のサブスマホってすごくないですか？手軽に買えてね、680円だったらね、まあ、ちょっととりあえず持っててもいいかなというような金額ですからね。まあ、人によってはね、これで動画編集したりとかね、する方もいらっしゃいますね。私のお知り合い YouTuber さんもやってるし、ライブ配信なんかでもバリバリやってますしね。私もね、これちょっとまあ一応テストしてみました。公開せずにね。したらですね、びっくりしますよ。熱持たない。驚きですよ。何時間でも配信するんですね。まあ僕フリーテルの例を持っててね、これ結構長時間配信に強いんですよ。それでも発熱は結構いきますけど、このスマホは熱くなんないんですよ、そんなに。不思議。やっぱりね、発熱して、熱暴走して、強制停止になって、まあ、配信ができなくなるというのがよくあるパターンなんですけどね。これね、高いスマホでもね、そうなっちゃうみたいなんですよ。でも、恐ろしいほど熱持たないですね。これが不思議ですよね。あとはまあ、カーナビもまあ、とりあえず使いましたけども、まあ、とりあえず使いましたね。普通にまあ、道案内して、まあ、特にそんなずれるわけでもなく。ただ、歩いた時に使う時に、まあ、多分、ジャイロスコープとかついてないのかな？そしたら、ちょっとまあ、ずれは出てくると思いますね。歩きながら使うのには、ちょっと誤差が出るんじゃないかなと思います。車で使う分にはね、まあ、ほとんど問題なかったですね。で、あとはですね、まあ、カメラ性能か。カメラ性能は確かに、レイより劣るけど、これでも十分綺麗だよね、という感じです。まあ、ちなみにね、カメラ性能は、こちらのアウトカメラ800万画素。で、インカメラはね、500あるんですよ。で、アウトカメラはね、今、まあ、ほとんどね、1000万画素オーバーしてますけど、この800万画素でもなかなか、まあ、いい感じで撮れますね。まあ、なんて言うんだろうな。例えば、なんだろう、掲示板とか SNS とか、まあ、インターネットで使ったりとか、YouTube のサムネイルとか、それぐらいのもんだったら、これで十分じゃないかなと思います。で、インカメラなんかも、まあ、自撮り、ライブ配信にはもう十分だと思います。まあ、ただね、なぜか知らないけど、インカメラの場合はね、480p の配信しかできないんですよね。まあ、そこが残念っちゃ残念だけども、まあ480で撮れりゃいいかというような感じなのかな。何せこの金額ですからね、もうそもそもこれで680円でネットできて、ライブ配信できて、写真撮れてて、すごいですからね。まあ、ちなみにね、このカメラで撮った、動画をですね、室内撮りしたやつがあるんですよ。このアウトカメラで撮ったやつ。それをですね、まあ、YouTube にアップしてですね、この動画の説明欄の方にリンク貼っておきますのでね、ちょっと興味のある方ね、よかったら参考にしていただければと思います。はい。でね、まあ、使用の用途としてはもちろん、マニアの方だったらちょっとね、ゲームバリバリやるよとか、ハードに使うって方だったら、ちょっと難しいかもしれないです。例えば長時間連続でネットサーフィンやる。で、まあハードななんかゲームやるってなった時はちょっとさすがにそれは無理ですが、まあライトな用途。例えばまあね、調べ物してもまあそうだね、まあ10分とか20分ぐらいでもう終わっちゃうよとか、まあアプリもちょろっと遊ぶよとか、まあ LINE くらいかなとか、SNS やって YouTube 見て、ね、まあさっき言った動画配信。まあ、動画編集はできるらしいですけどね、これでね、聞くところによるとね。まあ、そういう用途であれば、まあ、かなりメインとしても使ってもいいかもしれないですね。危惧されているメモリが 1GB しかないから、どうこうっていうのは、まあ、あんまりないような気がします。ただ、ストレージが 8GB なので、たくさんアプリが何でもかんでも入れられない。もう、ただ、もうこの初期段階で 4GB ぐらい使っちゃっててね、実際に使える領域が 3GB ぐらいしかないんですよ。これね、アプリとか
たくさん入れちゃうともうすぐパンパンになっちゃうんでね。まあ、まず写真撮影、動画撮影は、この32ギガまでマイクロ SD カード挿すことができるんで、そちらに保存するという使い方が、まあ、これは最低限必須かなと思います。はい。で、僕はですね、今のところね、例のサブスマホとして、ね、iPhone を使ってるんですよ。iPhone どこ行ってたかな？ iPhone これだ。まあ、こちらのね、iPhone 4を使ってるんですけど、これカメラ性能がいいんでね。ただやっぱ iOS なんで、やっぱりちょっと、Android との連携がね、やっぱりそんなにできないので、でそれ考えたときに、こっちはその代役になるかなと思いますね。これだったらもうアップロードもしやすいし、これだけでもライブ配信できるし、と思ったら、こっちライブ配信できないんですよ。もう古くて。できませんが、こっちはできますからね。っていうところがありますから、レイのサブスマホとして、使うっていうのはかなりいいかもしれないですね。もう僕の場合はね、当初これね、680円で買ったから、もう動画をね、撮り終わったらもう手放そうと思ったんですけど、想像以上にね、性能が高かったので、まあ、これちょっといい買い物したかなと思って、今後もずっと使おうかなと、思っているところです。はい。ということでね、まあとりあえずこの680円のスマホ、ブレードの E01 を、一日ね、使ってみた感じをですね、ざっくりとお話ししてみました。もう僕の中ではね、もうこれ、大満足です。はい。まだね、おそらくまだ楽天の方には在庫あると思うので、気になる方ね、ちょっと購入してみてはいかがでしょうか。Amazon でね、エントリーパッケージを購入すれば432円で事務手数料3000円かかるところが432円でね、申し込みできますし、最安のね、データシムカードの契約をすれば525円で月々運用できますんでね、縛りも半年間しかないですから、それでこの680円のスマホを買えばね、トータル3000円ぐらいでも、手にすることができます。で、なんか動画撮影用のね、ライブ配信用のサブフーツスマホとしてね、これ1個持ってればかなり安心じゃないですかね。自分の今使っているメインのスマホが熱暴走で動かなくなったってなった時はもう今夏ですからね、その時にこれ1個持っとくとめっちゃ安心だと思うんですよ。これは本当に熱に強いですから、おそらく長時間使ってもね、耐えきれるんじゃないかなと思います。はい、というような感じでね、はい、ブレード E01 1日使ったね、簡単なね、インプレッションしてみましたけども、何かの参考になったら幸いでございます。というわけで、さとちゅんチャンネルでした。